はいどうもこんにちはクレです、よろしくお願いします。さあということで今回は覚醒ドライチ渡来龍之選手使ってみてやっていきたいと思います。はいということでね、先日登場している、ドライチ覚醒ルーキーで出たこの渡来選手でございますけれども、イベント開始初日にですね、速攻で極めました。まあおそらく動画投稿は2日3日経ったタイミングぐらいに、ね、なってるんじゃないかなと思うんですけど、いやもう本当にね、もう何枚でもね素材使ってでもこう極めたい、トスコースとかもったいないとかそういうの抜きにね、本当にどんな手を使ってでも極めたいと思った、まあそんな久々な選手でございます。まあということで覚醒トスコーチを僕は5枚突っ込んだんですけれども、でまあ正直ねこの渡来選手今後 A ランクとかたくさん出そうではあるんですけど、もうこの時のために貯めておいたと言ってもいい。でまあ正直今回の能力に関してまあいろんな意見があって、まあ結構低いんじゃないかと、低すぎるっていう声も結構見るんですけど、まあ確かにねこう持ってるポテンシャルとか戦列デビューっていうところを考えると、まあ物足りない、低いかなっていう風には思うんですけれども、まあ実はですね過去の覚醒ドライチっていうところで言うと最高クラスの評価をされていて、ミートパワーの合計値135っていうのはですね、阪神の高山選手、あとは2パームの清宮選手と並んで過去最高の数値らしいんですよね。まあそうやって考えるとね、まあ非常に高い評価であることがわかると思いますし、まああとはね1年目から圧倒的な数字を残して、まあ今ではベイスターズのキャプテンになっているこの牧選手も最初の S ランク、通常の S ランクでね、シリーズ1でもいきなり出ましたけれども、まあその時は最初こんな感じの能力でした。で、これの合計値が138なんで、まあもうすでにその時の牧選手と比べても、ミパの合計値で言えば3しか違いがないし、総力も含めて考えると渡来選手の方が上っていうね、数字の評価にはなってるんですよね。で、まあ最初中弾道というところも一緒だし、まあ弾道も結局変わったのは2年目。2022シリーズ1、1年経ってやっと高弾道になるっていう、まあところでもあったので、まあ本当に能力はまだまだこれからかなと思います。で、まああとはモデリングに関してもね、まあいろいろ言われる部分はあるんですけれども、まあちょっとさすがに今回は仕方ないかなとは思います。まあでも本当に、そこにね、めっちゃ時間をかける代わりに出るのが遅くなるよりかはね、もうとりあえず早い段階でね、出てくれたことに感謝したいなというふうには思います。はい、ということで、もう今回はね、この渡来選手をじっくりと使っていきながらリアタイやっていきたいと思います。じゃあ早速本編行きましょう。どうぞ。さあ、ということで、まずは称号チャレンジ行きましょう。今回、トツコーチ使って極めたことによってですね、称号がいけるということで、まあ一応、ここの1枚以外は、とりあえず置いておこうかなとは思ってるんですけど、ここで最高の称号をつけたい。狙い的には、星4アンダー製造機、星3稲妻、星3スナイパー。まあこの3つがつくと、パワー総力同値ですね、にできると。まあそれ以外にもパワー型にできるものとか、または強スラとかね、まあ純粋にミーパーが上がるものが来てくれたら、まあ嬉しいかなというところではございます。じゃあ行きましょう。いやなんかこういう時マジで試写きそうなんだよな、最近の流れ。まあ行きましょう。記念すべき渡来選手初称号チャレンジ、何が来るんでしょうか。いやーこの画面いいね。さあ星4アンダー製造機、オッケー、完璧。いやーいい、めちゃめちゃ似合う。まあ開幕からのね2戦のあのホームランっていうのはね、まあ鮮烈でありましたけど、まあやっぱりね本来は、アベレージを残す、まあ、オープン戦の首位打者っていうのもありましたけど、まあ、そういうタイプの選手になるんじゃないのかなというふうに僕は思ってたんですが、まあ、ふさわしいでしょう。安打製造機。そして、パワー走力同値。完璧。じゃあ、これでいきましょう。さあ、てことでやっていきましょう。よろしくお願いします。ランページさん対戦よろしくお願いします。はい、ということでやっていきましょう。もちろん、渡来選手は1番ライトで、使っていきたいと思います。お、視聴者かなこれは。ちょっと押せなかったわ。で、まあチラッと見えたオーダー画面で察した人もいるかもしれませんが、ちょっと上位打線をね、なるべく2024のベイスターズに、寄せてみました。はい。まあ完全再現企画とかね、またちょっと別の企画で、まあ石上選手が出た時とかにね、やろうかなとは思っています。おー、ギリギリ間に合った。よーし、OK。さあ初回今永さんが完璧に抑えていきましょう。1番渡来選手、いやーこのね今年の覚醒の写真あんまり好きじゃないんですけど、背景あんまり好きじゃないけど、四角になった時のね感じはめちゃめちゃ好きなんだよな。うわー初球でんかったか。 OK 行きましょう。まあバッティングフォーム、顔、ルーティーン、何一つ似てません。はい、まあ、何一つ似てないんで、まあ、渡来龍希という名の、まあ、何かなんですけれども、まあでもいいでしょう。渡来龍希という選手を使えることに意味がある。あ、てか待って、応援歌入れ忘れた、最悪。はい、あー惜しい。プロスピの中での初打席よこれ、リアタイ初打席。 OKOKOK、 ここでどういうスタートを切るか。おっ、うわーノーパワー、
いやー、初級出てたら入ってたな。まあ初級じゃないんだけど、いやちょっとやっぱパワーが足りんかったか。しゃあない。オースティン、さすが。いや、オースティンがマジで1年間やってくれたらね、ベイスターズ本当に順位変わりますから。2個変わると言ってもいい。よし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 、オッケーオッケーオッケー。ちょっと今ね、開幕から佐野選手が元気ないんですよね。まあ、ずっと3番で出てるんですけど、ちょっと佐野さんが心配ではある。まあ、でもなんだかんだね、毎年ある程度率を残してくれる、まあ、そんな存在かなとは思っているんですけれども、やっぱりでも首位打者争いする佐野さんがもう一回見たいな。まあ、あとはね、ちょっと今筒香嘉智が日本球界に復帰するんじゃないかっていう、まあ噂なんかもね、ささやかれている中ではありますけど、いや本当にどうなるんだろうね。もしかしたらこの動画が出てる時に何か動きがあるかもしれないけど、いやでも本当に日本に帰ってくるんだったらマジで横浜でプレイしてほしいな。まあ、よくね、ベイスターズには筒香嘉智はいらないだろうと、筒香さんどこ守らせるんだと、まあ、言われることも多いんですけれども、違うんですよ。ベイスターズには筒香嘉智というポジションがあるんですよ。マジでこれずっと言ってるんですけど、ファースト、サード、レフト、いいえ違います、 DH 代打、そんなのもありません。筒香嘉智というポジションを開けて待ってます。まあでももうあれなのかな、筒香さんのいた時代を知らないベイスターズファンとかも増えてきてんだろうな、もうここ数年で。よし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 。さあちょっと今日キャッチャーには松尾くん入れてます。はい、まあ、この間ねプロ初ヒットもあってノリに乗っている男。まあ、なかなかキャッチャーね、山本選手もいいんで。おー、えぐい失投だけど、失投だけどもありがとうございました。さあってことで2試合目また高校回、 OK やっていきましょう。いやーちょっとこの試合こそは渡辺選手に初ヒットを出したいね。さあそしてバウアー VS イチロー。このイチローさんで思い出したけど、渡来選手、イチローさんとの交友もね、あるらしいですね。何きっかけだっていう話だったかな、お父さんとかなのかな、ちょっと忘れたけど、なんか開幕時にはね、あのイチローさんから、いよいよ開幕だね、無理して頑張りなさいっていう、まあ、エールをもらったらしいんですけど、いやちょっとイチローさんらしいなというか、まあ、無理して頑張りなさいっていうね、大体の人はこう無理せずね、まあ、1年間頑張ってねみたいな。コメントすると思うんですけども、まあ、そこがこう普通じゃないというか、まあ、あとはやっぱ渡来選手のポテンシャルをねこう認めてくれてるからこそ、認めてるからこそ、あやべ、認めてるからこそのね、まあ、無理して頑張れよっていう、まあ、そういうエールなのかなともちょっと思ったりしますけれども、いやマジでいつの日かはね、イチローさんを超えるような、まあ、そんな選手になってほしいね。 OK ナイスガッチ、初の守備機会。うお、あえて守備硬いいね、こういうオーダー好き。さあじゃあいくよ、 OK 初球出た。やっぱ初球出ると強いんだよな。よし、いけ、いいよ、 OK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  出ました、リアタイ初ヒットです。クロスティエースにおいて僕の渡来君がデビューしました。いや嬉しい。まあ、ちょっと初球っていう特殊能力はね、まあ、強い、効果めちゃくちゃ強いんですけれども、やっぱちょっとなんか気持ち焦るよね。あと使ってみた動画に合わないっていうのはちょっとある。なかなかやっぱ打席の中でいろんな話できづらいからねというのはありますけど、でもああ何してんの。でもまあ実際の渡来選手をこううまく再現している能力であるよね。実際本当に初球のスイング率も高いし、まあ、あとは固め打ちもねついてますけど、まあ、実際ここまでの活躍もね、まあ、ノーヒットの日もありながら、まあ、頭部四球から4安打打つ日もあればみたいなねところで、まあ、よく見てるなと。まあ、走塁はちょっと予想外だったけど、あんまり想像しなかった。なんか初球と固め打ちは今後しばらく残りそうな気もせんこともない。いやでね、まあ、ちょっとこれはマル秘話ではないんですけれども、まあ、ベイスターズファンならね結構目にした機会もねあるんじゃないかなと思うんですけど、X で渡来君のお兄さんがですね結構家族愛あふれる、まあ、投稿をたくさんされてるんですよ。まあ、初ホームランの時とかもね、投稿されてたんですけど、でそのお兄さんがですねなんとプロスペースをやってて、で僕の動画見てくれてるらしいんですよね。いや本当に光栄。まあ、ちょっとやり取りもさせてもらって、まあ、いろいろ話させてもらったんですけど、まあ、覚醒がね登場した日には、まあ、感慨深いなみたいな感じの投稿なんかもねされてましたけど、まあ、本当にたくさん素敵な投稿をされてるのと、あとは実際お兄さんもまだね社会人の方で
野球をねされてますんで、まあ、ちょっといつか僕も、ね、試合見に行きたいなと思ってるんですけど、ちょっとぜひアカウント、特にベイスターズファンの方、そして渡来選手ファンの方は、見てみていただけるといいんじゃないかなと思います。走ってきたね、松尾くん舐められてる、もしかして。よし、完璧、 OK。 ちょっともう一打席回したいけど、この試合じゃ無理か。 OK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 。 いや、宮崎選手も本当にね、今年も相変わらず調子が良さそう。さすがにちょっと途切れちゃいましたけど、開幕から2カード空振りすらしてなかったっすからね。やばくない？三振してないとかだったらまあまああると思うんですけど、空振りすら1回もしてなかったってマジでやばい。よっしゃー、イーファスリベンジ。神里さんも早く帰ってきてほしいな。ということで、まあちょっとさすがに物足りないから申し上げますか。さあ、てことで3試合目よろしくお願いします。やっていきましょう。やっと先行引けたわ、姉さんピンチです。何があった。さあ、ということでいきましょう。ちょっとやっと応援歌入れてきました。おー、しかもオールドビジューのいいね。はいはいはい、もう全然顔に出ないけど。さあ、初球いくよ、出てるから。落ちる。いや、まあ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 、いいでしょう。やっぱ初球出たら初球打ちに行きたくなるよね。今ちょっとなんか相手も割と比較的甘めなところに投げてくれた気はしたけど。よいしょ、ノーパワー。ちょっともう一回回したいね。いや、やっぱこのベイスターズのビジユニがマジでかっこよすぎる。オールドの最近ね、僕 MLB ザショーっていうゲームをやってるんですけども、MLB ザショーでもこうなんかユニフォームがねすごい精密に作れるんですよ、いろいろ。でそれで作った僕のベイスターズ再現ユニフォーム、こちらです。はい、すごくない？まあ、とはいっても別に僕がやってることって大したことなくて、このロゴを、まあ、作ってくれてる職人さんみたいなのがいて、まあ、それを使わせてもらってるだけなんですけど、マジですごい。このね、いろいろ再現できるユニフォーム作れるっていうのがちょっと座礁の一個面白みでもあるんで、これ使って対人戦とかもできるんでね。抜ける、よーし。そうだからプロスピ2024に今ね、いろんな機能が、まあ、ついてほしいのいろいろありますけれども、まあ、ちょっとそういうねカスタマイズ機能とかもいろいろついたら面白いんだけどね。あー、ボールか、最悪。そうでね、ちょっとこれ絶対に話したい内容なんで、ちょっとピッチングもちょっと使わせてもらいたいんですけども、僕実は渡来選手を初めて見たのは横浜高校時代なんですよね。そう、横浜高校時代にも現地で見たことがあって、それが2018年の、神奈川の高校野球の決勝大会ですね。で鎌倉学園対横浜高校戦で、その時に3年生にね、横浜高校には万波選手がいて、僕レフトスタンドで見てたんですけど、万波選手の特大ホームランがもう場外行くんじゃないかっていうぐらい、本当上段の上段に突き刺せる、まあ、ホームランがあったんですけど、まあ、それを僕の頭の上を越えていくっていうね。いや、危ねー、まあ、そんな試合でもあったんですけど、で渡来選手はその時代打でね、1年生ながら出てきてて、でもその時からね、結構その渡来ジュニアとして、まあ、やっぱお父さんがプロ野球選手なんで、でもあと体育会 TV とかのもねあって話題になってたっていう背景もあって、まあ、結構その時から注目はされてたんですけど、まあ、確かにねめちゃくちゃ雰囲気あっていいバッターなりそうだなっていう感じではあったんですけど、まさかねこう数年後ベイスターズのドラフト1位としてひいきのチームにねこう入ってきてくれるっていうのは本当に想像してなかったんで、で開幕戦でしょ、僕開幕戦も現地で見てたんで、ちょっと本当にねマジで涙出そうになりました。さあ、ということでちょっとつないでもう一回回したいね。いやー、ちっちゃマイナス1か。ああ、そっか、これも変化マイナス1か。だるいって変化マイナス1。いやー、完璧外。いやー、ロッテでもいい活躍してますけどね、外マジ頑張ってほしい。ちょっと外スピ解放しないとな。でもそろそろ4100なんよ。え、えぐー、嘘、それはえぐい。え、松尾くん主役もしかして今日。あれ、ちょ、渡来くん主役のはずなんだけど、なんなら松尾くんの方が能力低いしな。さあ、でももうこれによって回ることは確定したね。いや、でも本当にね、1番渡来、3番松尾、4番牧とかね、こういう打線がいつか見れるかもしれない。ちょっと本当にポジが止まらんわ。 OK。 え、
何そのエロ最高。うわー初球でんかったか。まあでもこうなったらちょっとじっくりいきます。招待ピンの変化はマイナス1か。 OK OKOKOK。 いら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 いいボール絞っていけいけいけ。うわー惜しい今のいけたろう。いらん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 。インコース来てインコース。いらん。OK。勝負。抜けて。いやー、惜しい。引っ張ってもうた。いや、ちょっとあの、戸郷選手から打ったね、タイムリーみたいな感じで打ったつもりだったんだけどね。まあでもちょっと、とりあえず、僕は渡来選手、しばらく、高橋由伸さんをオーダーから外して1番で使っていきたいと思います。ってことで一旦今日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。